様々なレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。現在完了、進行形の形をしっかりと理解してください。have, has, plus, been, ing で、今までずっと何々しているという意味となります。現在完了、進行形は、過去から現在まで、 続いている動作を表す表現だと考えてください。現在完了進行形で、よく使われる語です。since と for となります。現在完了の継続の時と同じですね。since、〜から〜以来、for、〜の間となります。ing の付け方です。普通に ing を付けるもの。play、playing。 w a t c watching, study. え、これに注意してくださいね。study の Y をよく消して ING をつける人がいますが、study、ING をつけるときには、そのまま ING をつけてください。E で終わっているときには、E を取って ING をつけます。Write、E で終わっていますので、Writing、E を取って ING ですね。Use、using、Have ハビングとなりますね。例外です。c、e で終わっていますがそのまま ing をつけてください。seeing となりますね。e が2つあるからと覚えていただいてもいいと思います。短,母音短い母音ですね。プラス新字で終わる時には新字を重ねて ing をつけます。例えば run、running、run の「あ」は短いですよね。 n は死因児ということで run、ランニングという形ですね最後の死因ね、最後の字を重ねて ing となります swim、スイミング m を重ねます c u t c カ t ティング t を重ねます stop、ストッピング p を重ねて ing となります、I、e で終わる時には ie を y に変えて ing をつけてください die、死ぬという意味ですね、I、e で終わっていますので ie を y に変えて ing、ダイ i n g となります。肯定文を見ていきましょう。I am playing soccer now。私は今、サッカーをしていますという意味となります。be 動詞の am と一般動詞の後ろに ing がついて、現在進行形となりますので、何々しています、しているところですという意味となりましたね。 私は2時間ずっとサッカーをしています。このようになります。I have been playing soccer for two hours、えー。よろしいでしょうか。Have been そして一般動詞の後ろに ing の形で現在完了進行形の形となりますね。えー、ずーっと何々しているという意味となりますね。サッカー。 for two hours ですので2時間の間ずっとサッカーをしていますという意味となります。もう一つ見ていきましょう。彼は今本を読んでいます。英語はこのようになりますね。He is reading is 主語が「he」ですので B e 動詞は「is」となっています。「read」の後ろに「ing」がついて「he is reading」で呼んでいるところです。ね。呼んでいます」という意味となっていますね。

4と Since の使い分けです。現在完了の継続の用法の時に説明しましたのでご確認ください。簡単に説明すると Since は〜から〜何々以来という意味となって開始時期と一緒に使います。一時停止ボタンを押してご確認ください。4は〜の間という意味で時間の長さと一緒に使います。注意点です。Ago というのは 現在完了進行形でも使うことができません since two days ago 二日前からとはなりませんその場合には for two days 二日間というね表現を使ってください一時停止ボタンを押してご自身で since または for を入れてみてください答えだけ解説していきます一番 since 1968 1968年からということですね 2番、since this morning, 今朝からということですね。3番、for a week, 一週間という意味となります。4番、for a long time, 長い間という意味となります。5番、for five months, 5ヶ月間という意味となります。6番、since yesterday, 昨日からという意味となります。7番、since last night, 昨夜からという意味となります。 八番、since I was born。私が生まれてからという意味となります。九番、for 10 years。1年間という意味となります。十番ですけども、よろしいでしょうか。現在完了で、ago という表現は使えませんので、どちらも使うことができません。私のインスタの方から、えー、一般動詞には二種類あるということを、えー、紹介したいと思います。 右を見てください。一つは動作を表すもの。play, walk, sleep, study などたくさんあります。また状態を表すもの。like, know, live, believe 違いはお分かりでしょうか区別の仕方です。動作を表すものはすぐに始めたり、やめたりすることができるものです。またジェスチャーで表すことができます。play, 休憩などをする「Walk」「歩く」「スリープ」「寝る」「スタディ」などは、えー、すぐに始めたりやめたりすることができますよねまたジェスチャーでで表すす。ことともできると思います状態を表すものは好きになったり知っていることはすぐにはやめることができませんよねまたジェスチャーで表,表すことも難しいですよね「like」「know」「live」「believe」などがあります。 状態動詞は進行形にはできません。例えば、I am playing soccer. 私はサッカーをしています。動作を表すものは現在進行形にすることができますよね。現在進行形でなく、今回の現在完了進行形も動作を表す動詞のみ使えると考えてみてください。例えば、I am liking soccer. 私はサッカーが好きなところですというのは、状態同士は進行形にはできません。この場合、I like soccer で大丈夫です。詳しくは、私のインスタを見ていただければわかりやすいと思います。否定文・疑問文を見ていきましょう。あなたはサッカーを3時間しています。こうなりますね。You have been playing soccer for three hours. have been ing という形ですね。 for three hours で3時間とといいう意味となっています。あなたはサッカーを3時間していません。否定文はこうなります。You haven't been playing soccer for three hours。Haven't というのは Havenot の短縮形ですね。h a v e または h a e の後ろに Not をつければ否定文となります。あなたはサッカーを3時間していますか疑問文はこうなります。 Have you been playing soccer for three hours?Have または has を主語の前に出せば疑問文となります。はいしています。いいえしていません。こうなります。Yes I have または No I haven't となりますね、えー。現在完了の時の答え方と同じです。どれぐらいあなたはサッカーをしていますかこうなります。How long have you been playing soccer? How long? という疑問ままずきますね。その後疑問文ですのでハブが主語の前に来ていますね。その後はビン・ i n g という形となっています。しっかりとここご確認ください。練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてみてください。カッコに入る語、こちらもご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。1番、私は2時間英語を勉強しています。 ね、今も含めて2時間前からねずっと2時間の間英語を勉強しているという意味となっていますね主語が「I」ですので「Have」「Been」「勉強する」ということですので「s t u d y i n g Ing」ですよね「English ね」ね2時間の間ということですので「For two hours」となりますね2番彼女は9時からテレビを見ていません否定文ですね主語が「C」ですので気をつけてくださいね はずんとということで、はず、はずの方を使いますね。はずんと。ね。はずのとの短縮形ですよね。えー、続いて、b e ン n テレビを見るですので、watching ね。watch の後ろに ing がつきますね。tv、9時からということですので、since nine o'clock となりますね。3番です。彼は、 今朝から手紙を書いていますかとね。今朝からずっと今まで手紙を書いていますかという意味となっていますね。疑問文ですので、主語は非ですので、まず、はずが主語の前に来ますね。はず、非、been、手紙を書くですので、writing ね。write は e で終わっていますので、e を消して ing をつけますね。the letter ね。今朝からということになりますので、since this morning となりますね。 4番「彼らはどれくらい泳いでいますかどれくらいの長さ、時間を泳いでいますか?」という意味となります。ね。ですので、まずは疑問詞の「How long?」が来ます。ね。えー、主語がゼイですので、「Have」が主語ゼイの前に来ます。ね。Have they been swimming となります。ね。えー、スイムは M を2回重ねて ING をつけてください。Thank you for watching! 個別レッスン 不登校の方への取り組み。オンライン英語塾も実施しております。わかりやすく丁寧に解説します。まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.